はい、どうもこんにちは、テラです。では本日もお話しさせていただきたいと思います。本日は、3月23日ですね。はい、久しぶりにこのコーナー行ってみましょう。最近倍まで売れているものリスト、はい、3個紹介します。はい、どんどん、利益伸びていきますので、楽しんでいただけたらなというふうに思います。またね、どれぐらいのレンジで、売れていくのか、そこら辺も注目していただけたらと思います。はいはい、1個目こちらですね。このスニーカー12万2600円で売ることができました。仕入れはこちらドイツ仕入れだったんですが、690ユーロです。はい、ドイツ仕入れ、仕入れ額690ユーロで、こちらが81,400円、売り値は12万2600円、なので利益は、こちらね、郵送費だったりとか外注さんの給料とかも入りますので、ちょっとあと倍待て数料かも入ったりするので、21,000円ぐらいが利益になるかなというふうに思います。1商品あたりでやっぱ万超えると、まあ嬉しいなというふうに思いますよね。まあ結構万超えるっていうのはまあ普通ですけどね、バイマだとね。はい、まあこちらのクルーネック、こちらはまあちょっと、まあ昔というか、まあ半年もいかないかな、でもまあ1個前のモデルで出てて結構今人気商品ですね。まあこの色違い、まあ YouTuber のヒカルとかも着てたりしてましたね。17万円で仕入れることができましてですね、仕入れるじゃない、17万円で売ることができまして、仕入れが790ユーロドイツ仕入れですね。はい、仕入れ額790ユーロ9万3200円です。はい、売り値が、17万円でしたので、ここから倍待て数料等々引きまして、5万200円の利益を得ることができました。まあ、5万超えるとね、まあ、結構嬉しいなって僕も思います。はい、まあ、これね、在庫数はちょっと少なめだったので、まあこれは、まあ、こういうね、高値がつく理由が、高値で売れる理由があるかなというふうに思いますが、こういったものも適切に扱うとこれぐらい利益が出ます。はい、こちらですね、最後、3個目ですが、パーカーですね。パチッとパーカーって、これちょっとね、あのレリーフというか、このね、まあ商品紹介は別にいいんですけども、まあ、これ立体的な、ね、ロゴがついたようなパーカーで、こちらも人気ですね。23万9800円で売ることができました。はい、仕入れはイタリア仕入れだったんですが、1100ユーロですね。はい、1100ユーロすなわち12万9700円ですね。で、売り値が23万9800円で、利益が、とうとう、利益倍待て数料、経費引きまして7万8700円で売ることができました。1商品あたりね、こういったね、単価でいきますので、まあ、非常に、単価高いなというふうに伺えるかなというふうに思います。まあ、過去の動画でもね、まあ、10万円超えたやつとかね、紹介もしてますけども、まあ万単位で1商品あたり売れるっていうのはザラかなというふうに思っております。はい、まあ、このようにですね、やっぱり単価の高い商品扱うと、それだけまあ自分のやり取り、外注さんとのやり取りとか、お客様のやり取りっていうのはまあ少なくて済むので、まあ、薄利多売だとね、たくさん取引してたくさん梱包してっていうふうにねやって、結構消耗して可処分時間少なくなっちゃうと思うんですけども、まあ、ハイブランドね、適切に扱うと、1商品あたり単価高いので、その点はいいかなというふうに思います。はい、まあ、こちらが、まあ、最近売れてる商品で、正直ね、この一番最後のやつは、まあ、1ヶ月ぐらい前かなっていう感じですかね。これは、まあ、ちょっとイタリアはね、今コロナでね、もう店舗閉まっちゃってるんでね、まあ、オンラインだったら、購入可能で、で、郵便局は開いてるので、そこから仕入れることは可能っちゃ可能なんですけども、ちょっと外注さん負担になるっていうところで、最近はちょっと、他のところで仕入れられたら、イタリアはあんまりつかないよりはしている状況ではありますが、まあその時はイタリアが使えたっていうような感じですね。はい、で、まあイタリアにしか在庫なかったので、やっぱりこういった、単価高い感じで売ることができました。はい、まあ適切にね、そういった商品選び扱い方っていうのはありますので、そちら、ぜひぜひ、習得して、こういうふうに、適切に扱っていけば利益出ますよっていうところで紹介させていただきました。はい、まあ、本日の内容は以上になります。まあ、こちら興味ある方、バイマ興味ある方ですね、ぜひ、始めてみてはいかがでしょうか。また、バイマ始めている方でね、何か質問ありましたら、
気軽に Gmail または LINE アットの方まで、ご連絡いただけたらと思います。また、この動画いいねと思ったらいいねボタン、日々バイマ発信しておりますので、バイマについて発信しておりますので、チャンネル登録していただけたらさらに嬉しいです。はい、本日はありがとうございます。